つかあります。一つは自分のコンセントレーションですね。意識の集中は宗教も同じです。意識の集中ができるといろんなインスピレーションが入ってきます。いいインスピレーションが入ってきます。悪い人は悪いインスピレーションが入ってくるから気をつけてください。いいインスピレーションが入るといい人生に変わります。ですからコンセントレーションは宗教的にも意味があります。武道だから宗教、日本では山岳宗教の人は武道をやります。刀作る人も山岳宗教の人が多いんです。その人たちは密教とかね、天台密教、真言密教、そういうことをやってる修行者ですね。意識の集中で自分の人生変えることができます。もう一つは国際交流できます。友達できます。だから世界中仲良くできるのは武道です。だから合気道の上柴先生は自分の弟子に海外行きなさい。武道は私は毎日武道だけ考えてます。他は何もないです。僕はカンカンカン武道だけ。学ぶことです、ね。もし武道が好きだったらそれは才能です。ただそれだけです。嫌いな人に武道やれって言っても何もできない。好きだったら誰でもできます。女性の方が体柔らかいからいいです。女性の体の方が今の男性の硬い体よりもいいんです。ダンスできる人は武道はすごく早く上手くなります。リズムとかね、これもマーシャルアートもリズムです。やり方は例えば合気道やって、次は僕は柔道から始めたね。柔道やって高校時代ね、20歳から、大体19から20歳から合気道始めたんです。それから香取神道流を始めた。もう45年やってるね。合気道は50年。でもやめないです。一つ一つやめないです。だから空手もやりますけども、時々は忘れないようにやってます。皆さんに教えてるのは少しです。10分の1ぐらいです。コンセントレーション、ブリーズング、ポスチャー、これができないマーシャルアートはやらん方がいいです。ただ勝った負けたでトーナメントやってるのは体壊します。私の武道のゴールはね、ゴールは健康です。強くても体壊したらその人はダメです。強いということは一つは健康であるということ。だから私はいつも自分の体のコントロールしてアジャストメントしてます。特に武道やってる人は膝が悪くなります。ですから動けなくなるのはまずこれです。私も膝壊したからね、こうぶつけてもう20年ぐらい悪かったです。今は治りましたけど、それを治すエクササイズはまた運動です。必ず治すエクササイズはあります。カトリーは準備運動がなかったです。私は中国の養生法とかそういうのを習ってます。僕は気功法を習って5年経って僕の体全部変わりましたね。多分合気道でずっと年取って続けられる人は気功法とか養生法をやらないとダメですね。やっぱりソフトが一番いいです。だから最初に言ったように10よく5を制すっていうのは自分の体です。自分の体の中で柔らかい動きは自分の硬いところを直していく。10よく5は自分の体の中でもそれするんです。